P-90 とは、ギブソン社が開発した、エレクトリックギター用のシングルコイルタイプのピックアップである。シングルコイルピックアップは、フェンダー社のストラトキャスターに搭載されたものが最も有名であるが、P-90 は工術の独特の音質が特徴で、これを愛する根強いファンが多い。ピックアップの構造図 P-90 は、フェンダー社製のシングルコイルピックアップと外見が、 異なり、より大きなボディと関数の多いコイル構造、独立して高さ調節が可能なポールピースが特徴である。音質やキャラクターもかなり異なり、音抜けの良さと腰を持った甘く太いサウンドで、同時にシングルコイルならではの歯切れの良さも兼ね備えている。その音質を生かして、ジャズやブルース、ロックンロールなどのジャンルで愛好者が多い。出力が大きいため、 ホローボディのギターに搭載した場合、ハウリングしやすいのが難点でもあるが、その欠点を逆手にとって演奏する場合もある。P-90 はカバーの形状によって、ドッグイヤー型とソープバー型に分けられ、前者はセミアコースティックギター、フルアコースティックギター、1個だけ乗せるソリッドギターに使われ、後者は2個以上乗せるソリッドギターに採用された。両者で音の違いはないが、 材質が異なるものでは微小な音の違いがある。特殊な例として、ギブソン J-160E にはカバーが使われず、小さなプレートを介して、本体を直接ボディ裏にネジ止めする方式が採用され、エピフォンカジノでは金属製のカバーに収められた。P-90 と同構造でハムバッキングピックアップのサイズのケースに収めた、P-94 というタイプも、 同社より発売されている。また、P-90 と外見がよく似た同社のピックアップで、P-100 があるが、これはコイルを2つ重ねノイズを減らしたハムバッキング構造であり、音質もかなり異なる。P-90 の人気を反映し、他のメーカーまたはブランドでも P-90 に似たタイプ、あるいはその音質の再現を目指したピックアップが製造されている。 一例として、性モアダン管性、ディマジオ性が挙げられるが、各社それぞれのカラーがあり、完全に互換性があるわけではない。ドックイヤーがタピーマイナス90ソープバーがタピーマイナス90ロブローレンス、レスポール大名館1915から1963、写真でたどるギブソンギター開発全詞 ISBN978 から4から860203900。 ありがとうございます。